やってくれたな、アラビン。備えあれば憂いなし。作戦大成功。ティポを門番に預けたのは脱出に備えてだったんだね。はい、なんといっても交渉するのはミラさんですから。ミラさんが意志を貫く時は何か起こりそうな気がしちゃうね。予想通りだったね。知ってます、それってトラブルメーカーって言うんですよね。うん。ミラ聞いてたの。否定できない話だが、一つ言わせてもらおう。ティポもトラブルメーカーに含まれるのではないか。それは…フォローなし。間違いない。私って強いですよね。むしろ最強。やっぱりアルビンは嘘つきです。事情があるのかとも思いましたが、今回はさすがに。アルビンを弾丸しろ。引きずり出せ。ミラ、アルビン君はどうして。さすがに本心まではわからないが。何が僕たちが信じてるのを知ってるだ。アルビンなんか、もう奴らは場外へ出たぞ。扉閉まってんじゃん。開かない。五箇所の専用石を復帰させればロックを解除できるかもしれません。石にマナを注いでください。石が完全に赤く輝いたら完了の合図です。ガンダラ要塞の時と同じですね。ただし皆が近いタイミングで完了させなければロックは解除できません。ガンダラ要塞？大丈夫ですよ、レイヤさん。普通に精霊術を使うのと容量は同じです。時間がない。チャンスは一度だけだな。行きますよ。終わりました。もう？こちらも完了だ。終わったよ。できました。急がなきゃ、急がなきゃ。もうみんなの足を引っ張りたくない。なんでできないのよ。いや、レイヤ、気を楽にしろ。けど私、お前が他の者たちより劣っているなんてことはないのだから。ヒラ、お前ならできる。さあやるぞ。脱出だい。買い物できない。私を置いて先に行くなんて、そんなやつめったにいないわよ。プレザと言ったな。まさかガイアスの部下だったとは。イルファンを脱出した私たちは初めから狙われていたわけか。
ニアケリアじゃアルが陛下にあなたたちの情報を売ったのよ。アルビンは最初からあなたたちの仲間だったんだね。やめて、あんな男、仲間でも何でもないわ。私たちの関係はご想像にお任せするわ。けどアルは組織を渡り歩く根なし草の一匹狼よ。誰にも心を許さない。信じた方が悪いわ、坊や。戦になればクルスニクの槍が最たる脅威となるのは明白。それが分からぬマクスウェルではないだろう。お前たちの縄張り争いに手を貸すつもりはない。あれをお前たち人間が手にすれば待っているのは悲惨な結末だけだ。随分上から見られたものだな。おやめなさい。戦功者と名高いあなたでもその誉れ剣で得たものではないでしょう。若さが見誤らせているのでは。イルベルト殿、それがあなたの限界。古いゆえに間違い。逃げ出す。何あれ。マナが急激にブースター。どうして。なんだお前。エリーゼ、サイバースチュンジスポンオチチーヤウディスポンジウエチ。言葉が。これはロンダン語。マクスウェル、ソングツースウェスウンディティクル。マジか、しばらくセーブしてない。出こうなったウィンガルは怖いわよ。何を言ってるの。気にしないでいいわ。すぐに身をもって知ることになるから。撃ち抜け。はっくだケロ。ミッパーや。はっくだケロ。撃ち抜け。ミッパーや。はっくだケロ。いくよ、ミヤヨネ。でしょ、メッソーランガー。メッソーランガー。バイバン。エンゼンジー。ゲンジー。ゲンジー。もう今なんだ、方天的な何かをしたかったな。痛い。モーションが。エイドボール。レンガ弾のモーションが長いからバックステップできない。よいしょ。ああ。メッソーランガ突然髪の色が変わりました。言葉も変になった。爆発的にマナが増大した。おそらくこれはブースターだね。今できることをやるんだ。壁を越えたな。力もりもりです。まだまだ強くなるんだから。やってくれたな。まだ相手をしてくれるのかしら。ミラ、邪魔をするな。違うよ、あれ。潮時というわけか。
また逃げるのか、イルベルト殿。あなたが逃げたからな、ハチガル王は。王に盾つくもの、盾つきましたね。シャンドゥ、ハミル壊滅。ミラ、ハミル村が襲われたって本当でしょうか？気になるのか？あの村の者たちはお前に辛く当たってきたというのに。そりゃ意地悪もされたけど、果物をくれた人や寒くないように毛布をかけてくれた人もいたんです。ひどいことされていいなんて思いません。そうか。でも大精霊が暴れたなら怖い。襲ったのはラシュガル軍なんですよね。何のために？わからない。それを知るにはラシュガルに乗り込むしかないだろう。ハミルの悲劇を繰り返させないためにもな。はい。じゃあシャンドゥへ、ひとまずシャンドゥ行ってワイバーン乗ってラシュガルになってナハティガルをぶっ飛ばして、ついでに 大精霊の力も取り戻して。私たちのことで城から知らせが届いているかもしれませんね。謁見はどうだった？すまないユルゲス、話はまたの機会にしたい。すぐ立てるか？まあできないことはないが、何か急ぐ理由でもできたのか？うん、僕たち帰れ。急ぐ必要はなくなったよ。アルビン、奴ら今頃せっせと山狩りでもしてるからな。お前が手土産のつもりか？土産も何も、仲間だろ俺たち。なんだよ、信じられないって？お前たちが信じてくれてるって知ってる、そう言っただろ。まだ俺のこと信じてくれるよな？サンキューな、ジュード。おかえり。帰ってきてくれて嬉しいです。なんだそれ。とにかくしばらく時間は稼げそうですね。事情は聞かない方が良さそうだな。まったく、君たちと関わっていると飽きないよ。私はワイバーンの檻の前にいるので、飛ぶつもりになったら来てくれ。いよいよか。準備ができたら出発だね。あ、え、何、しれっと帰ってきたの？ガイアスの宝具。ジャオさんってガイアス王の部下だったのか？師匠とは翼、角、針、牙、伝説の聖獣宝具が備える4つの武器です。その名をコードネームに持つ精鋭がいるという噂は聞いていました。どんな噂？非公式記録ですが、2年前、シュレイズ島で起こった武力衝突でラシュガル軍の特殊部隊120名が4人の宝具に壊滅させられたと。たった4人で120人を？触らぬ宝具にたたりなしだね。カーラさんに会いたい。ジュード、ローエンとミラにカーラさん紹介したんだって？うん、そうだよ。ジュードの知り合いは私の知り合いだよ。
出た、レイヤニズム。はい、シャンドゥ行きます。はい、シャンドゥここです。宿屋で効果を試そう。ねえ、ハートハーブが手に入ったんだから、ミラにアロマ効果を試してもらおうよ。そうだね、ハートハーブなら医療ジンテクスの痛みを和らげられるかもしれない。そうと決まったら宿屋へゴー。ハートハーブいつの間に手に入っとったの、全然気づかなかった。もういいな、休もうぜ。疲れた疲れた、宿に泊まってくとしようぜ。ハミルは今エリーゼ大丈夫？顔色が悪いよ。大丈夫です。でもハミルのこと気になって。エリーゼのせいじゃないんだ、あんまり気にしない方がいいよ。そう言われても無理だよね、確かめに行った方がいいのかな。はい、では今起こったスキッドに連なるサブイベント見ていきたいと思います。待って、アルビン。まだ納得いってないってか。他の連中も大体同じってとこかな。しゃあないか。3人で初めてニアケリアに行った時だよ。ヤシロから俺一人でどこかに行ったろ。確か私がヤシロを出るとジュード一人でいた時だな。そう、その時だよ、ウィンガルと会ったのは。密約を交わしていたのでは。いざとなればミラさんを引き渡すと。アルビン君ひどい、やっぱミラやジュードを裏切ったんだ。待てよ、確かにあの時はいろいろ考えてたけど、今回は逆にそれが利用できると思ったんだ。ワイバーンの許可が下りたのだって事前に話を通してたからなんだぜ。え、それってガイアスの前で裏切ったのは。そう、あの場で裏切ったふりしてなきゃワイバーンも使えなかったってこと。だからわざわざシャンドゥとは真逆に逃げたって嘘ついたんだ。僕はアルビンを信じたいけど、まだ。そうだったな、あのプレザという女だ。キジル海爆の時といい知った仲のようだったぞ。何が聞きたい？あのプレザって人どういう人なの？あ、アルビン。なんだお前泣いて。泣いてなんかない、ただ僕は、僕は出会いは俺がラシュガルの情報機関に雇われてた時だよ。あいつはアジュールの工作員としてイルファンに潜入中だったけどな。それでその後個人的に、なんつうのよ、いろいろあったのは聞かないでくれよ。納得はしたけど、まだ信用しきったわけじゃないからね。ジュード君は可愛いね。なんだよそれ、僕は怒ってるんだよ。わかったわかった、アルビン、最後に一つだけいいか。何なりと。お前が私たちに肩入れする理由を教えてほしい。メリットがあるのか。今さら聞く？優等生やみんなが大好きだからに決まってるでしょうよ。嘘つきやがって。なんだそれ、ちょっとひでえじゃねえか。はい、うさんくささ 120%。 アルベルト君でした。カーラさんがどうにおるかって話なんだよ。あ、おった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 。あら、ジュード君、また会ったわね。カーラアウトへよ、よろしく。レイヤです、レイヤーロランド。ねえ、そちらの彼、前にこの町で会ったことあるわよね。アルビンだ、ブラブラしてるからな、どこかですれ違ってても不思議じゃないよ。そういうあんたこそ、宿暮らししてるところを見るとこの町の人間じゃないんだろ。ええ、家はカンバルクよ。訳あって出て長いけどね。
私たちもカンバルクに行ったんですよ。大変な目にも遭いましたけど。大変な目。そう。ところでジュード君たち、ガイアス王には会った？厳しい人だけど、すごく国民のことも考えていて、なんだかすごい人でした。そうかもだけど、あの人怖いよ。もうちょっと愛想よくすればいいのに。ガイアス王だって初めからあんな人だったわけじゃないのよ。ファイザーバード海戦って知っているわよね。20年前ファイザーバード荒野で起こったラシュガルとアジュール連合軍の争い、原因不明の大津波によって事実上の終戦を迎えた歴史的大戦だよ。ついでに言うと、大津波以降冷静は大変動して荒野は一転、流氷渦巻く不毛の荒野となり、ファイザーバード荒野と呼ばれるようになった。ああ、思い出した思い出した。あ、例のあれか。うん、あれだ。忘れたんじゃないんだレイヤ。それなりに衝撃なんだけど。知らなくたって恥ずかしがることないわ。今からだって覚えられるわよ。カーラさん、いい人、大好き。ジュードも見習いなよ。はいはい。ガイアス王は別の部族出身ながら、最大部族のロンダウ族の一部隊として参戦したの。若干12歳の少年だったガイアス王がラシュガル軍の一翼を崩壊させたのよ。そんな時、ガイアス王は迫る大津波の異変を誰よりも早く察知したわ。指揮を取ったロンダウ族長に撤退を進言したけど、族長は戦局への判断が下せなかった。結果、大津波は両軍を飲み込み、ガイアス王の部隊は彼を残して全滅したわ。なるほどね。それがきっかけであんな堅物が生まれたってわけか。とはいえ、大方の人間は導いてくれるものが必要だからな。民に信頼されているわけだ。カーラさんって本当に歴史に詳しいんですね。ガイアス王だけはね。うん、訳あり。さて、どうでしょう。それじゃあね、みんな。気になるなねえ、ジュード。うん。カーラさんとガイアスのカーラさんに聞きたいこと。カーラとガイアスの間にあるわけね。アルビンが言うとなんかいやらしく聞こえる。とかなんとか言って好きなくせに。僕がカーラさんを探すのはそんな理由じゃないからね。シャンドゥにいるんじゃない？言われなくても分かってるって。まあシャンドゥだろうよ。疲れたって。これ違うやつ。荷物重そうですね。そうなの、書物を扱ってるんだけど紙って重くて大変なのよね。お客さんが買ってくれたら少しは軽くなるんだけどな。どんな本があるんですか？珍しいの揃えてるわよ。まずはクルスニク年代記の初版本、オークションに出れば500万ガルドはくだらないよね。続いてコンダクター、イルベルトが書いた幻の戦術書、うんちゃらかんちゃらもあるわよ。おまけにクルオシキ愛のコンダクターの刺繍、クルオシキ愛の叫びて、まさかあれが一番流出していたと。それ買うわ。毎度お待ちください。誰にもあるでしょ、若さゆえのノリでついついやらかしてしまうことは。お疑いで見て見ぬふりをするのが大人というものじゃ。ローエンがこんなに動揺するなんて。なのにますます読んでみたい気持ちを抑えられない僕って子供だね。ジュード、少年の気持ちを忘れて大人になっても虚しいだけだぜ。男はいくつになっても子供の頃の好奇心を忘れない冒険者なのさ。そういうわけで好奇心の多くは遠慮なく買うぜ。な、ごめんなさい、この本売却済みだったわ。カラハシャールの方に前払いで。おお、助かった。んだよ、がっかりだな。ごめんなさいね、お詫びの印にこの本プレゼントするわ。これもなかなかのレア本よ。じゃあね。相変わらず会話、言葉送りが早い。これはロンダウ語の辞書？アジュールの部族、
な、ロンダブースターを使ったウィンガルさんが話していたのがそうですよ。あれがロンダ語なんだ。ラワイ部族の言葉の辞書なら珍しい本じゃないだろう。いや、それがそうではないのです。ロンダ部族は二重統制部門ですか。上級部族と下級部族を政治的ではなく文化的にうんちゃらかんちゃらって。ロンダ語の使用を許されたのはわずかな貴族のみでした。なるほどな。こんにちは、アンルルイ。許してくださいは、ヒティグーム。語学はちょっと苦手かも。私も軍人時代に習いましたが、日常会話ぐらいしか。うん、そうだね。せっかくだから確かめてみようぜ。ロンダウ語で苦しき愛の叫びはなんて言うのかを。調べなくて結構です。ロンダウ語辞書、これを手に入れたことによりウィンガルが何喋ってたのか分かるようになるかもしれない。運転違う、俺カーラさん探してたんだよ。そんなわけで移動しながらですが、次回は、カーラさん探して、シャンドゥの宿屋に2回泊まって、ハミルの村に行って、そこからワイバーンに乗って行きたいと思います。では次回はこのウィンガルの言葉からやっていきたいと思います。ではありがとうございました。